今朝の四万十市は時折吹く風が冷たく肌寒い朝となっています。今朝の県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で各地で気温が下がりました。梼原町で 3.5 度、伊野町本川で 4.7 度、本山町で 5.3 度など16の観測地点のうち11地点で今シーズン最低を記録、平年並みか平年を少し下回る気温となりました。四万十市では厚手の上着や手袋で防寒対策をして通勤通学をする人の姿が見られました。急に寒くなったけんね、体に応えるね。やっぱりいや、いつもより寒くなったんでびっくりしてます。風がやっぱりこう、ね、体に突き刺さるような感じはありますね。冬型の気圧配置は緩みましたが、上空に寒気が居座った影響で今日の県内の最高気温は平年に比べ低い地点が多く、須崎市と黒潮町佐賀で 17.4 度、高知市で 17.1 度と日中もあまり気温は上がりませんでした。ウェザーニューズによりますと、明日も朝は今朝と同じように冷え込み、日中の最高気温は平年並みとなる見込みです。